RC-135、RC-135 RC は、アメリカ空軍の偵察機。相性は、RC-135U コンバット船と、RC-135V、v W リベットジョイント、RC-135 エスコブラボールのように、形式ごとに異なる。C-135 ストラトリフター輸送機、または、KC-135 ストラトタンカー、 空中給油機をベースとし、偵察、情報収集などの機能を組み込んだ機体である。ただし車内モデル番号は739と別のものが使われている。新規に製造されたのは RC-135A、B のみ。はじめは1964年に電子偵察機として回収されたが、その後信号収集機能や弾道ミサイル、情報収集、 弾道ミサイル実験の工学、電磁情報収集などの包丁法機能を追加回収で装備し、同じ形式から他のそれぞれ違う形式に回収されたり、輸送機や空中給油機からの回収や、その逆もあり、これら回収によって、型番が複雑になっている。また、機体の任務性質上、機密性も高く、正確な情報を把握するのは困難でもある。現在は、 オファット空軍基地所属の第55航空団にて RC-135S が3機、RC-135U が2機、RC-135V が8機、RC-135W が9機、それぞれ運用されているとみられている。日本国内では KC-135 の飛行隊が配備されている沖縄県のアメリカ軍カデナ基地へ飛来し、 北朝鮮の弾道ミサイルを監視する任務に就くこともある。現用の偵察規格形式に対しては、エンジンを P&W 社製の TF33 から CFM インターナショナル社製の F108 に換装するリエンジンプログラムが実施された。最初に換装されたのは V 型63から7292で、他の SUV W 型も順次乾燥された。RC-135 シリーズには複数のバリエーションがあるが、変遷について以下のように整理できる太字は現役のモデル。以下の3機の KC-135 から1961年に改修が開始された即席の偵察機、よって形式は変わっていない。1967年7月から改修が、 開始された3機の偵察機、以下の KC-135A がリベットスタンドリベットクイックとなった。1967年にネブラスカ州で59の1465が墜落した後の代替として、1969年に以下の KC-135A がリベットクイックとなった。その後 KC-135T コブラ城に 回収された一機を除く前期が KC-135A に戻されている。あとに旧雪型にも同じ形式が使われているが無関係である。1970年に KC-135R リベットクイックが KC-135T コブラ城に回収された。あとにこの機体は RC-135T リベットダンディに回収された。 こちらも後に給油機型に同じ形式が使われているが無関係である。地図用の地形探査、航空写真撮影機、4機製造。ほどなく任務が偵察衛星に置き換わり、自民輸送用に用いられた。後に空中給油機 KC-135D へ回収。電子偵察機、10機製造、TF33 ターボファンエンジンを最初から、 装備しており、外見は C-135B とほとんど変わらない。戦略偵察機として運用するため、RC-135B に電磁情報収集用の機器を追加した機体。全部胴体両側面に巨大なアンテナフェアリングを装着していたので、外観上の大きな特徴となっていた。 全10機の RC-135C は後に7機が RC-135V リベットジョイント、3機が RC-135U コンバットセントに回収された。1962年から以下の3機の C-135 を回収して作られた電子偵察機。後に空中給油機系 C-135A へ回収。 以下の C-135B を回収した巨大なフェーズドアレイレーダーを搭載した弾道ミサイル観測機1969年6月5日にベイリング会場で原因不明の振動を報告した後行方不明になり喪失している1966年に RC-135D の後継機として C-135 を回収外観は。 機種化のレーダーが前方に長く延長され、胴体後方下部にも電子機器を装備し、フェアリングで形成されていた。一時期、横田、カデナ両基地で運用されたが、後に RC-135W へ回収。弾道ミサイルの高額、電子情報収集機。百六十二年に k c 三十五 a から次の一機、回収運用されていたが、 1969年1月13日に、シェミア島の空軍基地着陸時、ハイドロプレーニングによるオーバーラン事故で喪失、乗員18名は生存。直後に、以下の C-135B 及び RC-135X を回収。なお、上記の他に、以下の C-135B からの回収機があるが、同期も、 シェメアジまで1981年3月15日に悪天候の中の着陸事故を起こし喪失している。乗員24名中6名が死亡。同系機は外観に多くの計測機器やアンテナが飛び出していて携帯に多くの種類があったが、胴体右側に観測用カメラを備えたことで、有害光反射防止のため、右主翼とエンジンナセルが黒塗りられているのが大きな特徴である。 最新の携帯は飛び出していた機器を収納したフェアリングを装着し、後日の RC-135V、W の携帯に近いものとなっている。電磁情報収集期。1985年2月25日にバルディーズ付近でクフィットによる事故で喪失。乗員3名も死亡。信号情報収集期。外観に大きな特徴のある。 以前の C 型のフェアリングを装着している。以下の機体は後に RC-135V へ回収。信号上報収集機。V、W 型ともに基本的な装備は同じである。V 型は RC-135C と RC-135U からの回収機。回収に再始 C 型で装着されていた巨大アンテナフェアリングをスリムに再形成し、 シカのレーダーが前方に長く延長している。W 型は RC-135M と C-135B からの回収機。回収に最渋 V 型と同じ形態のアンテナフェアリングを全部胴体両側面に装着し、M 型で装備していた胴体後方下部のフェアリングを撤去している。後にイギリス空軍でも プロジェクトエルシッカーの計画名で3機の偵察型ではない方の KC-135R が RC-135W に回収されて引き渡され、ニムロと R1 の後継として2014年から運用を開始している。アメリカ空軍、陸軍の共同開発した弾道ミサイル、情報収集機 EC-135B より1機回収。 1995年に RC-135S に回収された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。